北条氏康。一分解説。北条氏康は小田原現在の神奈川県もしくは韮山現在の静岡県で生まれた戦国大名。1530年初陣は小沢ヶ原の戦いで上杉智興と戦い、上杉軍に大勝した。1537年から1545年加藤一覧。駿河で起こった今川家と北条家の戦い。1546年川越野戦で上杉智貞を討ち取り扇勝や上杉家を滅亡に追い込んだ。1554年今川家の重臣大元接待により、今川武田北条の婚姻同盟、高宗駿三国同盟が結ばれる。1561年上杉謙信によって小田原城を包囲されるがこれを撃退。1571年小田原城にて病没没年57歳。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。またね。